アビゲール・メイシャブは、近世イギリスの女性。スチュアート長最後の女王アンに仕えた女官、サラ・ジェニングスの10枚で、サラに代わりンの側近となった。旧姓は、アビゲール・ヒルで、父は、ロンドン商人、フランシス・ヒル、母エリザベスは、サラのおばにあたる。聖火が急防していたためサージョン・リバースの方向に出されていたが、サラに引き取られ、家族と共に育てられ。 1702年に、アンが即位してからは、サラの圧戦で寝室がか助官として宮廷に入った。1704年頃からサラが宮廷を休みがちになり、アンとサラの関係が冷え込むようになると、おとなしい性格で、アンの世話役を忠実に務めたことからアンに、徴用されるようになっていった。また、スペイン継承戦争で、大陸遠征に出向くサラのオットマールバラコジョン・チャーチルを、 イギリスで支える大倉教シドニー・ゴドルフィンとサラ。1707年にアンの夫カンバーランド公、ジョージの自従、サミュエル・マサムと結婚した時、アンからは持参金を提供される一方、サラは招待されなかったばかりかしばらく事実を知らされなかったため、サラとアビゲールの立場が徐々に変わり始めていった。1708年にハーレーがイが下野した後も、ハーレイとの連絡を確保。 サラとアンの関係は悪化するばかりで、ハーレイの工作も進み、1710年にアビゲールの弟ジョンヒルが軍人に取り立てられるとともに、ゴドルフィン政権が切り崩され、サラが宮廷から追放され、ゴドルフィンも更迭、トーリー・党政権が成立した。翌1711年にサラに代わり、王室祭秘管理官に任命され、エリザベス・シーマーとともに、 アンのお気に入りに取り立てられたが、ハーレーが大倉京に就任して政権に立つと、ヘンリー・シンジョンがハーレーに対抗するようになり、シンジョンがケベック遠征を実行、陸軍司令官に弟・ジョンが指名されてからは、シンジョン指示に切り替え、ハーレーから遠ざかり始めた。1712年に、夫・サミュエルがハーレーの肝入りで男爵に除せられても、シンジョンよりの姿勢を変えず、 1714年に、ハーレーが、大倉卿を非免、同年に、アンが死去すると辞任して宮廷から離れて、生活、1734年に亡くなった。アンの死後ハーレーと新ン,ンの立場は悪化。当園のハノーファー選定校、ゲオルクルートビヒが、イギリス王ジョージ一世に即位、ジョージ一世の支持を背景に逆襲したホイック等の、政略に敗れ政界から追放された。 また、トーリー島の断崖で大陸へ亡命していた、マールバラ港夫妻も、イギリスへ帰国。サラは宮廷への復帰はできなかったが、ハノーバー朝の下で王家と親密になっていった。夫は1758年まで生きて借位は、息子サミュエルが継承したが、1776年の彼の死により借位は消滅した。ウスダ、P134P140。 P151P158 ともきよ P207P209P271P278P279 うす田、P165P173 ともきよ P294P297P300P302P308P309P33P368P369 ありがとうございます。